関西テレビの竹下と申します。先週行われた総括の件でちょっとお伺いしたいんですけれども、会議の中でさまざま町議員の方からですね、さまざま意見が出たというふうに承知をしておりますけれども、その中で、一定大阪出身の議員の方からも突っ込んだ意見というか厳しい意見のようなものがちょっと執行部の方に出たというようなふうに承知をしております。何かこう例えばこう国政側とですね、その大阪側で今その少し圧力といいますか意見の対立というものがちょっと先鋭化しているというような印象というところもあるのかなというふうに思うんですけれども、そのあたりどう思われたりしますか。いろんな憶測も含めたネット記事がいろいろ出てるんですけれども、実際何か大阪組と東京組、大阪組と国会議員団で何か圧力が生じているとか、何かそこに大きな溝がっていうのはないです。我々のような小さな政党でそんなことやってても全く意味がないですから、もちろんそのいろんな意見の違いというか、議論政策集団ですから、議論がぶつかり合うことは当然ありますけれども、何かこう圧力が生じているだとか、何かこう水が生じているとかいうのはもうありません。我々として当然維新の会として代表選挙をして、で実際馬場代表が代表者として選ばれてやってるわけですから、もちろん馬場代表を中心にして全員が一致団結して進んでいくと、改革を実行していくと、ああいうことはもう当然だと思ってますので、それで今後もそのように進めていきます。その意見の、なんていうかね、意見の食い、さまざまな改革を進めていく上での、その意見の全てが一致するわけではなくて、やっぱり議論がぶつかる時もありますけれども、でもこんな小さな政党でね、自民党や立憲民主党と戦っていくという中で、内部で揉め事したり、なんかこう大阪がとか、なんか東京がとか、国会議員がとか地方議員がとか言ってる場合では僕はないと思ってますから、やはり維新の会として一つになって馬場代表の下で進んでいくと、そして近いところでいうともう総選挙も近いでしょうから、一致団結してやっていくということが重要だと思います、と思ってやってます。先ほど馬場代表の下でということを繰り返しおっしゃられていたかと思いますけれども、次の選挙に向けて、今の体制でですね、馬場代表藤田幹事長の体制の下で一致団結してやっていきたいというところに、協力代表としてはそういう気持ちはお変わりないというところでしょうか。もう全然変わりないです。それはこれは政党ですから、いい時もあれば悪い時もあるし、いろんなことをチャレンジしてうまくいかない時もあれば、いろんなこともありますけれども、そんなことでいちいち、なんかこう内部で足の引っ張り合いみたいなのしても全く意味がないですから、なので、その選挙で代表を選んでいる、そして馬場代表が選ばれているんだから、馬場代表を中心にして一致団結して進めていくというのはもう当然だと思います。なのでネット記事でいろいろなんか僕と馬場代表がとか言ってますけど、そんなん全然ありません。もちろんその意見ぶつかり合う時あるけれども、一致団結して進めていくのか、これも当然のことだというふうに思います。ありがとうございます。他にございますか。それではこれで終了いたします。